市議会議員の川口博史です。5月に臨時会がありまして、自民党の安倍さんが議長、公明党の楠木さんが副議長ということで決まりました。所管は、港湾空港、農林水産、そして経済観光文化局を所管する、農業委員会ともありますが、委員会に決まりました。他は、旧第三委員会といいます。他は全部行ったことがあったんですが、以前からここに一度行ってみたかった委員会にようやく入ることができました。その中では特にものづくり、いろいろな IT とか活用されてますけれども、やっぱりそこで、ものを作っていくと、福岡でもっとものづくり進めないかと思いと、または、商店街がどんどん衰退する中で、そういったものをなんとか振興できないかなと、これもコミュニティの再興にもつながってくると思いますし、それと福岡大学もたくさんあります。ぜひアジアとかたくさんの国から来た外国人はじめ日本の大学生、もっとですね、いろいろチャレンジできるような土壌ができないかな、そういったのを所管する委員会に来れましたので、しっかりとですね、今後の大きな企業にはいろいろ今メリットもあると思いますけれども、地場企業や零細企業、なかなか就職とかもやっぱり東京で、やっぱり福岡でやりたい子いっぱいいるんですけれども、受け皿がまだまだ弱いのかなと、そういった中で福岡の経済といいますか、今後の活力、どこに求めていくのかなと。旧大さんとか素晴らしい技術もありますし、その他の大学もですね、たくさんのオンリーワンの取り組みをしてあると思います。そういったのをぜひ活かせるような、これは高校からも面白いことができてしてあるところもあります。例えば一定額をですね、運用させてみたり、もっともっと学生時代にいろいろ経験させて、福岡をアジアの子とか勉強して本国帰っても福岡でまた企業を起こしてみようかなとかですね、福岡がその結節点といいますか、特にアジアのですね、窓口としてもう一歩大きくなれればなと思います。その中で当然、地場の零細の方たちにもっともっと配慮も必要ですし、みんなが力を合わせてですね、所得はそんなに、倍にはなりませんけれども、豊かな自然もあります。福岡がやっぱり住みやすい、いい街だなと思えるような取り組み、市がリードして、そういった意味で今天神ビッグバンはじめ博多駅も、進んでおります。市長と手を組めるとか組みながら、厳しい意見言うとか言いながら、福岡が、そういった切磋琢磨の活力ある街になりますように、待望の第三委員会、経済振興委員会に行きました。しっかり働いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。